け。あごひげ、あごひげ、あごひげ。あごひげ、あごひげ、あごひげ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、デーモン閣下。わ、変態かと思った。わ、変態って言うな。変態だけども、ね、いろんなところでね。そういうわけで、はい、始まりました、はい、絶対アゴヒゲ領域、はい、月曜最後の夜でございます。そうですね、そうでございます。そして10月最後の夜でもありますね。そうですよね、はい、今日はハロウィンですかね。ハロウィンということで、うん、まあちょっとやってみましたけどね。ね一つもハロウィンなんて気持ちはないんですけど、うん、あれ、まあなんかスターウォーズに出てきたようなやつがいる。すごい、すごい、今チクチクしてる。新しい生物がいる。まあ季節先取りっていうことよね。セサミストリートですね。セサミストリート。いたクッキーモンスターの紫版や。おい、クッキーそんなモノマネできたんだ。はい、ということでね、今日も1時間、はい、頑張っていきたいと思います。そんなやらない？今日は。そうですね。はいはい。うん、はい、一人ずつ抜けていこう。そうですね、今日は、うん、まあ、まずは僕がやります。はい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 、誰が最後に残って一人喋りをやるかやるかですね、はい、さあこの番組は、はい、この番組はそうだ忘れてたの今。違う、なんかそれ待ちだったんだけど。そう、ごめんなさい。この番組はアラフォーの男たちがお送りする脳活性化促進バラエティだよ、はい、はい、超ハロウィンスペシャル、はい、まえちゃんが噛むたびにいたずらします。あ、その宣言ですか。いいね、はい、いたずら、どんないたずらだろう、はい、この番組はアニメゲーム系音楽情報サイト OH をお届けする N3O の提供でお送りいたします。旬な音楽情報が一目でわかるアニソン情報サイト OH ニュース。CD のリリース情報はもちろん、 iTunes やモーラなどダウンロード配信情報も同時掲載。話題のアーティストへのロングインタビュー、視聴付きの新プレビューなど見どころ聞きどころも満載。声優イベントやライブレポートをチェックできるライブ OH、 男性声優のみに焦点を当てたガールズ OH など好みのジャンルでチェックが可能。アニソン専門情報は OH ニュース一つでコンプリート。今すぐチェックイン。はい、改めましてこんばんは、細井壮志です。吉田舞です。ジョニーです。溝ひげです、はい、吉田舞です、はい、なんで真似したんですか今。吉田舞です。似てる似てる似てるモノマネか。はい、まあ、こういう風にね、見た目にちょっと凝ってしまうと、うん、脳が働かなくてもいいんじゃないかと思ったりしません？今噛んだ、ね、噛んだ噛んだ、いたずらするぞ。よし、これを鼻の中に突っ込むぞ。うん、そして歌いながら出すぞそれを。歌手になってたからブーメランみたいに戻ってくるけど。お、右から左へ。見たい。夏うまいな。うまいね。まあ今日はパーティーですからね。パーティー、パーティーナイト、うんうん、はい、まあね、うん、ユーストリームでお送りしていた絶対おひげ領域は今日で最後ということでね、はいはい、そうですね、はい、いや、喋れポリポリしか聞こえてない。ニュースステーションの最終回の久米さんばりのゆるさでいきたいと思ってますよ。ゆるかったですよ、うん、結構前の話ですけど、うん、さあ
今日はですね、いろいろ、うん、はい、話があると思うんですけど、うん、僕からの先週もちょっとお伝えしたアニメ秋号、はいはい、ようやくですね、はい、遅いんじゃねえの。いやいや、もうバタバタでもう冬ですって、みんなギリギリなんですよね、いろんなことが。そうですよ、スケジュール取ったり、うん、印刷したりっていうのもね、はいはいはい、でようやくですね、あのアニミュー秋号の表紙が、公開できるのかなっていうレベルのものがですね、ほいほい、上がってきましたので、うん、ちょっと見せたいなと思うんですけど。なんでここにあるデバイスの中で一番ちっちゃいものを使うんだろう。あえて。しかもね、そのこれを作ってらっしゃる会社さん、うん、はい、もう知らないところで違うところで宣伝されてたみたいな。どういうことですか。あって僕の手元にまだ来てなかったんですけど、うん、今日ようやく、来た来た、ほら、あらーい、最初がピンクで2号目が青で、今回赤、オータムカラーですね、だからね、うん、オータムカラーですよ、うん、あら、なんか可愛いイラストじゃないですか。はいはいはい、まあこれ、まあ、千原みのりさんが今回は大特集という形で、はい、先週もお伝えしましたけど、30ページに及ぶロングインタビューが入ってると、なんかデビューから今までの、はい、その奇跡みたいなのをね、はい、ずっと語ってくれたらしいんですけど。お、いいですね。千原みのりさんどうですか。好き。セクシーですよね。セクシーだし、歌うまいし、うん、いいとこばっかりって感じですけど、うん、それの千原さんの、B2 ポスターもついてくる。B2、 B2、 B2 ってどんぐらいですか。 B2 っていうのは、はい、A4 の、うん、A4 を10分そっから考えるA4 を10分の1にして、それを500倍にしたやつ。え、本当。今信じちゃうよ俺。本物っぽくて、うん、やだ、うん、本当っぽくて。 B2 ってのは結構でかいですよ。そう、結構でかいんですよ、うん、そうね、ざっくりとしてますね、なんかね。いや、本当でかいですよ、ね、いや、でかいですね、うん、もうこのぐらい。 H 意外とちっちゃいぞ、A3 ぐらいしかねえぞ。もちろんもちろん、もうちょっと大きい、はい、もっと大きい、うん、まあ、そんな大きいポストがついてくるんですよ、はい、で、その30ページの中、文字だけじゃなくて、はい、今回のアニメのために撮り下ろされた新しい写真、はい、うん、ビレーフォトがあるわけですね。ビレーフォト、グラビアが、本当ですか、わお、うん、たくさん入ってるっていうことで、ね、袋閉じですね。袋閉じになってるのかな。最近袋閉じってあります。そ、そんなないの。いや、でもなんかフライデーとかあるんじゃないですか。フォーカスとか、フォーカスってあるのか、まだ。ああ、ね、もうだ、全部袋閉じにすればいいんじゃない、表紙から、うん。もうあの裁断するのがめんどくさいだけじゃないですか。ビニボンやないかって。自分それビニボンやないか。まあ、そうそうそう、はいはい、そんなね、千原さんの特集、うん、大特集っていうのがあって、はい、あとは、3号連続で登場してくれてるあの鈴木達久さんがやってるユニットのオールドコデックスさんの、はい、それも書き下ろしの、うん、毎回そのオールドコデックスってライブやりながら、ヨークさんっていう方がですね、はい、うん、絵をダーッとでっかいキャンバスに描いたりするんです、はい、でそれの書き下ろしっていう新しいデザインものがたくさんあったりして、これもね、チラ見しか、あ、すごいすごい、チラ見しかできない、これは、うん、チラッとしか見せれない、一瞬だけ、一瞬だけ見せてきて、うん、一瞬ですか。ガチじゃなくて横にして、横、うん、そう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 、その向き、わかりにくい。全然わかんないけど、そんな僕が怒られちゃうから。まあこんな感じで、あー、すごいすごい、そうそうそう、もうなんかね、ペイントを使ったような、へー、なんかカローライブ中にやるんですって。一回見させていただきたいんですけどね、はい、読んでいただけてないので、まだ僕は、はい、まあ、そんなインタビュー込みでこういったデザインも掲載されてて、うん、はい、あとはイカ娘、あ、前後でイカちゃんにインタビューみたいな面白い企画やってたじゃないですか、うん、キャラクターにインタビューをするっていうね、はいはいはい、あれの続きじゃないんですけど、第2期が始まっての新しいエンディング歌っている金本久乃さんっていう方のインタビューとか、PV の撮影とか、うん、もうね、うん、結構2ヶ月ぐらい、PV の撮影見たんですか。見に行きました。それがいいでゲソね。お、来たね、いいでゲソね。好きなのイカ娘。好きよ。どんなところが。あの白いところ、あ、白くてヌメヌメしたところ、ね、焼いたらいい匂いしてきます、ね、そう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 、あの、吐く炭で、あのイカ炭スパゲティ作るところ、あー、はいはいはい、そっち買ってんの、あったよ、なんか不安にさせないで。見てないの。たまに見る、あ、たまに見る、うん、あれはね、深夜にやるアニメじゃないですね、意外と。あの夕方とかやってもいい、そう、夕方やっても面白いぐらいのギャグアニメなんですけど、はいはいはい、まあ、その何、設定になってるのが、うん、湘南
鎌倉の海のあたり、そうそう、あたりなんですけど、そこを舞台にして今回金本久子さんが歌うエンディング曲を撮影されたと。金本さん名義じゃなくてイカ娘名義なのか、イカ娘名義でエンディング歌われてるんですけど、はい、PV には金本さんが出てくる。イカ娘の格好してるんですか。してない。あら、普通にね、あの風景とかね、歩いてるような撮影が行われてたんですけど、まあ、1日がかり、うん、もう朝の8時ぐらいに鎌倉の方まで行って江ノ電乗り、電車の中で撮影されたり海辺で撮影したりっていうのをずっと一日中ついて回ってましたね。あの人誰っていう風に見られながら、あのでかい人誰、あのでっかくてなんか いつもメモってる人は誰っていう SP? ってでついてったんですけども、丸一日中、しかも炎天下、夏だったんで、おお大変だ。あ、前なんか書いてたね、なんか、あ、そう、つぶやいてましたけど、うん、僕もうね、夏の唯一の思い出ですよ。初めて、もう今年の夏一回だけあの日焼けした日があの日でしたね。まあ、そんな風に2ヶ月ぐらいずっと、はい、レコーディングから、うん、PV の撮影とかまで全部見させてもらって、うん、のインタビューとかが載ってるんで、うん、そういうのもぜひ楽しみにしていただけたらななんてちょっと思ってます、はい、ちょっと仲良くなれたんですか。はい、あの顔は覚えていただけた。ああ、よかったですね。ちょっと後で電話番号教えてください。はい、知らないっつうの。そこまで来たら、ね、事務所の電話番号でいいですね。はい。そう、あとはね、レビューもたくさん今回は、はい、迷子迷子、楽曲レビューっていうことでやってきてるんですけど、うん、今回もね、うん、たくさんやってますよ。まあ、まずは千原みのりさんの楽曲、全部の楽曲もそうですし、はい、新譜もそうですし、あとは、前後前前後から続いてるアイドルマスターの、うん、曲もありますし、あとは軽音ですね。軽音なんだっけな、なんかの曲だったんですけど、まあでももうすぐね、劇場公開も、はい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 、間近っていうことでその辺もやってますし、あとはローキューブとかスターリッシュとか、はいはいはい、そういった若い女の子たちのおっさんなら若いとか言いますね。まあ、女の子たちのね、ロックとか今度確かゲームも出ますもんね。あ、そうですね、はい、そうそうそう、そういった今が旬の子たちのレビューとかもありますし、はい、ぜひその辺をね楽しみにしていただければと思いまして、はい、まあ、相変わらず盛りだくさんで、はい、アマゾンでもう予約が開始されたそうなんです。アマゾンで、アマゾンで、アマゾンアマゾンアマゾンの方でもう予約が殺到してるらしいです。アマゾンですね。アマゾンでね、アマゾンで、アマゾンです、アマゾンです、アマゾンです。まあこんな感じかな。そう、いや、うん、よくやった、はい、はい、ありがとうございます、うん、予約開始してるんでぜひぜひポチッとしていただけると嬉しいですね、うん、はい、ありがとうございました、はい、すいません、お時間いただきました。いえ、みんな買ってね。小学生の幼女がゲスゲソ。いや、イカちゃん可愛いって、うん、あ、ローキューバーも出てる、もう出てる。あ、うん、あ、そっか、まあ、シュワルツでも知らないことがあるんだ。ほう、何でも知ってないといけないよね。そう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 、知ってなきゃいけない人ですからね。そうそうそう、そんなシュワルツさんからお便りいただきました。はい、ありがとうございます、はい、神奈川県にお住まいの20代の女ということで、あ、はい、はい、衝撃の事実。女性だったんですね。あら、細い大将、まいちゃん、あやさん、とみ兄さん、ぐっち、あごひげは、あごひげは。さて、今夜でこの月曜日の放送も最後なんですね。ほう、この埼玉県所沢市下新井周辺での放送が最後だと思うと、なんとなく寂しいものがありますね。寂しいしね。寂しいね、うん、この1年を振り返ってみれば、やはり一番印象に残っているのは、まいちゃん、まいちゃん中で、あごひげ、メンバー、あ、まいちゃん中であごひげメンバーランキング51位を食らったみぞひげさんでしょうか。あ、懐かしい。はいはいはい、あれからランキングの変動はあったのか、まいちゃんに聞いてみたいところです、ね。それでは最後の放送ですが、気を抜かずに頑張ってくださいと。はいはい、はい、うん。そうそう、ガクーンとね、下の方に。はい。ランクインさせていただきます。そうですね、最終的なランキングは僕1位でしたよね。そう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 、違ったっけ、うん、そうです、ね、あ、そう、はいはいはい、だったかな。その順位に変動があるのか、あったのか、はい、ちょっとここでじゃあ中間発表をね。あ、中間発表、いつが最終発表なんですか。中間発表ということで、はいはい、はい、順位を発表していただきたいと思います。はい、はい、誰から、誰から、じゃあ、順位上から行って、上から行くと、上から、うん、第何位誰誰、うん、第何位誰誰誰、はい、1位が2人います。おお。お食べてる大将とジョニーさん。
やった。あ、でも同率。同率1位。はい、なんだ、俺は僕がジャンピングアップっていうことですね。そうですね、うん。僕が追いつかれたっていう形になってますけど。うんうん、あ、マジで？うん。いや、よかった。どういう経緯が？うんと。うん。なんとなく。っていうか僕が上がったのか彼が下がったのかっていうどっちか。あ、そうですね。トントン。トントン。トントンかな。なんか微妙な感じだったわけね。微妙、うん、微妙かな。はい。かもなく不可もなくということですね。そうですね。うんうん、はい。わかりました。はい。うん、あれなんかすごいもう抱え込んじゃってる。まあわかんないですよ。1位が取れなかったけど。あ、そうですね。まあさすがに51位はないです。下がるってことはね、ないですけど。うんうんうん、まあその辺ちょっと期待して聞きたいと思います。いやいや、はい、ちゃんと水ひげさんもランキングアップしてますよ。おお、ちゃんと。はい。ちゃんとしてますよ。よかった。どうでしょうか。うん、はい。何位？ドゥルルルタン。はい。50.5位です。イエーイ。やった。0.5 上がった。いや上がったな。上がったよ。下がるよりは。うん、うん、だってほら。何点五って。いやサラリーマン続けてればね。まあ、もっとランク上がってたと思うんだけど。確かに。経済力は下がったからあれから。そうね、そこが大きいね。その点5の要因は何でしょう。点5は、はい、以前ツイッターにもつぶやいたんですけど、はい、お寿司をご馳走してくれた。元気な子やな。まあそれ必要ですよ。はい、うんうん、僕いつも食べ残し食べてあげてるもんね。そうですね、あれの方がポイント高いってことですね。そうですね、私小食気味で最近。じゃあ俺があと101回寿司をおごれば1位になるんか。なれるなれる。もうね、考え方が AKB や。ということです。そういうことです。はい、はいはい、1位2人に 50.5 位。はい、はい、手首切るぞ手首。ダメ。足首にしなさい。まだ足首とかね。そんな痛くないかもしれない。痛くない。そうそうそう、はい、なんかお便り読んでください。はい、バチェさんからいただきました。はい、ありがとうございます。20代の男ということでね。細井壮志さん、吉田舞さん、溝口太郎さん、ジョニーこんばんは。あれ。今日で最終回ということで、これでジョニーさんともお別れかと思うと涙が止まらない。あくびで。さて眠気を押し殺しながらお決まりの質問をしますが、約1年強のあごひげの中で印象に残っているワンシーンを教えてください。うん、まあ、全員フルネームで俺呼び捨てっていうね、うん、なかなかのセンスなんですけど、一番の印象になってお残ってことですか。はい、今フルネームがかかるってことです。一体どこで、どこだ、一体どこで。まあまあでもまあいくつかありますけどね。まあね、とうとう下の名前もバレてる、うん、そうですね、すごい単純な名前、まあこれ偽名ですけどね、うん、まさか太郎ってね。そうですよ、本名なわけない。ないない、そんなしょうもない名前。そうですそうです。おい手首切るぞ。足首にしなさい。足首で。はい、ということで、はい、1年強、10月から始まってね、うん、10月末まで1年と1ヶ月やってきましたけど、うんうんうん、はい、その中で印象に残っているワンシーンを教えてくださいということなんですけど、はい、皆さんどうですか。まあ意外とね、中間部分が結構抜けてますよね。そうね、うん、やっぱ最初始めた頃の印象も強かったり、はい、うんうん、あとロケやった時も印象強かったり、うんうん、ロケだ ね、 やっぱりね、ロケは結構印象強いですね。そうですね。その中で僕が言うとなると、うん、一番最初にそのあれですよ、スータラコ、あー、スータラコをピックアップしてくれたっていうことが、ね、はい、すごい印象に残って、はいはい、今何か特訓工事が行われてますけども、はい、ね、はいはい、そんな作業の中ね、バタバタの中やっておりますけど、僕そんな感じですね、うん、一番最初の印象。まいちゃんなんかあるんですよ。私はなんか、私すごいなんか、ま、耳ちいこと言っちゃう。いいそうなんですけど、もともと耳ちいじゃないですか。そうですよね、うん、金額ばっか気にするし、うん、ちょっとそれは大阪人の差がなんですよ。金額やからね、はいはい、あのジョニーさんがお茶をこぼしたこと、え、ああ、はい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 、どこでだっけ、テーブル、ここでテーブルでパシャって、うん、あの子ボションと、あなたに、はい、ああ。で、いや怒ったとかじゃないんですけど、なんかパッと思いついた、そのなんか印象に残るって結構アクシデント的なことが多いじゃないですか。ええ、一番思い浮かんだのがそれでした。お茶こぼされたこと、はい、あった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 ね。あの結構うなされたんですよ、うん、その日。なんでショックで。なんで怪我されたっつって、いや、お茶こぼされたって。なのにこの人一言も謝んないっつって。そうですよ、
まあアクシデントって強いですよね。まあまあ確かにね、うん、大将なんかあります？大将はね、まあ、もちろんロケは一番楽しかったので一応には残っているんですけども、うん、そうですね、それ以外で言うとなんでしょうね、意外とね、やっぱり初回かな、初回っていうかプレ放送の時、まいちゃんいない時のやつ、3人で、はい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 、横並びで、うん、あ違うわ、こたつを3あそうです、うん、3面最後のやつひたすら合体単語をやってました、ね、やってたやつね、はい、あ、はいはいはい、あんなもん早く抹消しないといけないね、まだ残ってるんですけどね、スーツも着てましたしね、あの時ね、そう合体単語だから、そういう大きいことは覚えてるんですけど、うん、合体単語のキーワードとか一つも残ってないですね。そうね、あ確かに、だからリスナーさんの方がその辺はよく覚えてくれてて、うん、あそっかそっかそっか、だからもう僕のその前の昔の番組の発言とかもよくネタで送ってくれるんですけど、うん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 、何一つ覚えてないからね、ね、全然その場限りで生きてるから全然脳トレになってないじゃないですか衰えてるんじゃないですか、そう瞬発力はあるんですけど、うん、記憶力がね、うん、なかなか、どうですかクリスマス男、帽子をどうしたの、ね、入んないんだもんこれ頭がね、うん、色々詰まってるからね、そうそうそう、はい、あと俺覚えたのあれかな、本番寸前にあのジョニーがパソコンのコンセント抜いたこと、あったね、あそれ1位だ、トラブル的にね、うんうん、うわっ、あれ放送前でしたっけ、もう本当に寸前、じゃあ始めますよみたいな時に、うん、俺がちょっとチュンってなってリオンゴッドみたいなあったあったあったね、引っ掛けちゃったんですよね、あとやっぱロケですよね、うんうん、ロケ面白かったですね、面白かったね、楽しかったです、適当にカメラ回し続けて、面白かったので編集は大変でしたけどね、編集も楽しかったね、ね、ああいうことはもう一回やりたいですね、はい、はい、冬バージョンのロケを、いいですね、です冬、はい、冬どこ行こう、おそれさん、おお、ま、一泊するかじゃあ、おそれさんで、ね、はい、なんかただで借りれる宿とか探してきてよ、おそれさんで、ただで、そう、うん、なんか見えちゃう、あ見えてもいいよね、見えた方が面白いよね、はい、いたこのいとこいないの、いたこのいとこですか、もしくはいとこにいたこいないのいとこにタコどこにタコいないの、うん、タコはタコいる、イカならいるんですけどね、あ、イカいるんだ、はい、そうね、イカ娘ね、そう、イカ娘ちゃん、ね、はい、はい、だからそういうアクシデントはやっぱり残、はい、ってるんですけど、コーナーで言うとどうですか、あ今消えてしまったコーナーとかいくつかある、今シュワルツ君からも来てますね、何ですか、印象に残ってるネタとか、あネタね、あってまああネタね、はい、まあ、もちろん合体単語はこの番組のルーツなので、うん、はい、好きなんですけど、うん、ネタでなんか印象残ってるかと言われるとなんだろうな、私あれめっちゃ残ってるんですよ、多分初めて私が出た時の合体単語で、はいはい、溝ひげさんが作った猛暑地デジあ私は普通は猛暑と地デジなのに、なんか分節マジックでそうしちゃうのがこの人すごいって思ったんですよ、分節の魔術師、はい、ね、なのに 50.5 だからねそれとはまた別ですよ、そうですよ寿司を俺にやろう寿司はい、今ねその猛暑地デジの話が出たんで、それをちょっとネタに書いてきてくれてる方がいるんで、はい、そうネイルタンからいただきました、ありがとうございます、あごひげメンバーの皆さんこんばんは、こんばんは、とうとうユーストリームでの最終回を迎えましたね、はい、これからはニコニコに移るそうですが、大将宅からの放送はここまでということで、ひとまずお疲れ様でした、うん、ありがとうございます、せっかくなので第1回から適当に飛ばしながらアーカイブを見ていました、はい、はい、そこで気づいたら海岸に倒れてた若戸明さんの記憶力を凌駕するというあごひげメンバーの皆さんにそれぞれ過去の放送のことを聞き直してみたいと思います、うん、質問はまいちゃん、はい、ジェットコースタートルネードロマンスって何でしたっけ、溝栗さん、はい、さっきのやつですね、猛暑地デジはひょっとしてもう普及しちゃったんですっけピクルス兄さん懐かしい今思い出したありましたね、ピクルスだった時、ピクルス兄さん、チャーハン玉入れってどうやるんですか、宗志くん、はい、今年のお誕生日でいくつになったんだっけ、お誕生日会のプレゼントはまいちゃんからもらったみりんとジョニーさんからもらった何でしたっけ
ちなみに答えは僕もあまり覚えてないので、うん、皆さんでなんとかよろしくお願いしますということでそれぞれに記憶をこうたどるようなこう、うん、質問が来てるんですけど、うんうん、まずまいちゃん、ジェットコースタートルネードロマンスって何でしたっけ。確かになんかそんなワードが誰が覚えてる、はい、あったんですけど、斉藤佑樹選手の得意技だったと思うんですけど、うん、おさすが若い、さすが若いな、出てこねえもん。それがきっかけ、この今回その時のなんか発言がきっかけでまいちゃんに聞いてみようのコーナーができたっていうのを覚えてます。さすがだね、すごい、すごい、アゴヒゲアーカイブじゃん。何でもき、それは言えないや、なんだよ無責任なこと言えないと思う、ね、あ、素晴らしい、はい、覚えてんだ。で、その肝心の猛暑地デジは、猛暑地デジね、猛暑地、猛暑地デジ、うん、はい、はい、はひょっとしてもう普及しちゃったんしましたよ、お、うん、はい、すんごいし、え、してない、みんなどうですか、うん、したでしょ、台所でしてるって。あ、してるんだ。今98人の方がしてるというふうに答えていただきました。そうだ、の答えはしてますえ、なんかずるくないですか、なんか後でね、家の換気扇とか回してみてください結構普及されてますよ。そうそう、うん、いつもより逆に回ってるからね、うん、それでわかるんだ。わかりますよ、うん、結構ね、うん、ただもう秋だからね、うん、うん、よくわかりませんけどもあと僕に来てるチャーハン玉入れってどうやるんですか、はい、それね、なんとなく覚えて、割と最近の話じゃなかったかな。最近ですかこれ、とすると全く覚えてないですね。チャーハン玉入れ、え、あの洗濯クラブじゃない、う、え、いやいや違う、多分ね、合体単語、合体単語だと思います。え、で俺がチャーハン玉入れって作ったんですか、うん、なんとなく覚えてないえ、誰かリスナーの方でチャーハン玉入れって言ってピンとくる人いるんですかね全然思い出せないです。これはアーカイブまいちゃんにもピンとこない。残念ながら嘘ついてんじゃねえかな、ネイルタいや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 あったあったあったよ、あった、チャーハン玉入れ、うん、それが一体中身が何なのかがさっぱり思い出せない。あれですか、なんか片栗粉溶いたようなこうだし汁を上からこうバーってかけたようなチャーハンみたいな感じじゃないですか。本当にチャーハンあれじゃないですか、運動会で玉入れのあれに頭でこうやってんじゃないですか。なんかでもそんな感じじゃなかったっけ、その反対側にいるやつ、熱々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 のチャーハンを、そんな感じの会話をしたような気がしますね、うん、本当に、うん、第何回だったんだろう、すごい自分でもちょっと見返してみたいと思いますわ。なんかデータベース残したいね、こうやってできた単語とかネタのね、全部忘れてるもんな。うん、1ヶ月ぐらいかかりますけどね、全部見るとか、ね、うん、第1回の合体単語、え、あ、え、そんな前なんですか、うん、第1回、へえ、覚えてねー。チャーハンで玉入れするんですよね、熱々のチャーハンをどうやって玉にするかがポイント。そうだ、1回目ってそうだ、チャーハンって単語があった気がする。マジか、それ猛暑地デジと一緒にあった気がする。本当になんか、うん、そうですよ、なんか、あ、食べたいなと思った覚えがある、うん、まあ、皆さんもね、これあれですよね、うん、それはどうだか、YouTube とかでね、ちょっと検索していただければ出てきますんで、じゃあ、頭入れて、いやいや、アーカイブが、あー、アーカイブね、うん、はいはいはい、それでさら、あ、あと大将ですね、はい、いや、そして大将ね、え、俺、トニーさんからもらったやつ、プレゼントですよね、僕が溝ひげさんにあげたゴミみたいなプレゼント覚えてるんですけど、何でしたっけ乗り物 DVD、うん、ああああったね、見ましたよ、動物もありましたよね、対象年齢5歳から6歳ってやつ、うん、見た見た、うん、見た見ましたよ俺私はケーキセットあげました、おもちゃの、うん、そう、はい、あ、中のね、食玩食べました、食玩のラムネみたいなやつ、あ、はい、食べました、ありがとうございます。俺保険証あげたんだよねそうそう、うん、朝のところはおごってもらったからね、なんだっけ、ジョニーさんからもらったもの、嘘、覚えてないんですか。俺みんなにもらった誕生日プレゼントとか覚えてますよ、あ、私本当、はい、あなた、うん、大将が卵もらったしあ、そうだ毛がちょっとついてるやつだ、いいやつね、羽がはいはいはい、ベトってくっついてる、ウコッケ、ウコッケの卵3つ、はい、でしょ、うん、で、あなたはもうでっかいザクのプラモデルでしょ、あと武器セットね、武器セット、うん、で、まいちゃんは壺押しの本、うんうん、あー、はい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 、はい、まだ読んでるやつをまだ読み終えてないやつえ、はい、なんだっけな、うっそ、あの時大将の誕生日
に、みんなであげたんでしたっけ、何か。なんかあの時多分お酒も買ってってますよね。そうですよね。僕はちなみに、近場の駅で、はい、ここに到着した時に、あ、そうだっつって思い出して某お店によって買ったものなんですけど、うんうん、みんな覚えてます？僕覚えてます。私もみりんってなんだろうと思ったら、そうですね、お酒ですよね、みりん、要は、うんうんうん、ワインみたいな、はい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 、はい、白ワイン、はいはい、なんだっけ、はい、正解筋肉マン、そう、あー、そうだ、あ、めっちゃ読んだよ、あれ全然覚えてねえじゃん記憶になくなるってことなんですか。いやいやいや、いや、面白かったね。37巻、30、うん、そう、7、うん、そっか、やっぱああいうものじゃダメなんだな、誕生日プレゼントってな、もっと気持ちこもってないといけないって分かった、うん、あれ次誕生日近いのって誰でしたっけ。また大将じゃないですか。ああ、そっか、うん、一番最初ですもんね。あれ、そうです、あ、11月ですよ。11月20、あ、そっか、26。おー、すっかり忘れてたよ、うん、はい、忘れられてなじゃあ次はまゆちゃんのね、うん、うん、誕生日また違う別のところからお送りしたいと思うんですけど、うん、はい、はい、まあ、何をやるかはね、まあ、もうやんないかもしれないし、はい、はい、放送できないようなものを私はですね、はいはい、でもその近づいてくるとなんかするんでしょみたいな顔されるじゃないですか、舞ちゃんって、うん、え、そうね、はい、こんな感じのなんか今日だろ今日みたいな、今日やんだろ、うん、今日やってくれんだろっつって、あ、来週か、あ、今週かね、ちなみに26日って何曜日ですか。みんなで携帯をチェックする。26日で何曜日？何日？一番早い人優勝。土曜日。あ、はい、負けた。土曜日か。じゃあずれてますね。じゃあいいか、うん。ちゃんと書いてある、吉田麻衣の誕生日。おお。俺何も書いてないや。書いとかないと。いや、いいです。うん。土曜。いやいや、やってあげるよ。もうやめよう、そんなもん慣れ合いみたいなことは。そっか。そうよ。もっと厳しくいこう。うん、そうそうそう。慣れ合ったからって何か良くなるってわけじゃないしね。ブラウン管の向こうの皆さんに届けるそうですよ、楽しさをね、うちらだけで楽しんじゃダメです。はい、はい、ということでね、いろんな記憶が飛んでる僕たちなんですけど、これからはちょんと、ちゃんとね記憶しながらちょんとね、ちょんとね、ちょんとね、はい、わ、うん、かりました。一回アイキャッチでやりましょうか、はい、あれなんか怖い。あごひげはい、ちょっと編集点作らないとですね、はい、あのアーカイブにした時に二分割できない。そうです、ちょうど今いいですね。はい、はい、はい、もう一つだけ読んでいいですか。はい、はい、林ライス師匠、はい、皆さん、あごひげは、あごひげは本日でユーストリームの配信が終了してしまうんですね。少し寂しい感じがします、うん、しかし移行後はもっと自由な番組になると思うので、次回からの配信も非常に楽しみです、はい、視聴歴はまだ短いですが、これからも応援し続けるので皆さん頑張ってくださいと。ありがとうございます、ね、うんうん、そうやって短いとか長いとかの問題じゃない、うん、見てくれてることがもう一人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 の皆さんを愛しています。はい、一人ずつお尻の穴を舐めれるぐらいも皆さんのことを愛してますから、これからも頑張って聞いてくださいね。人間ウォシュレットって呼ばれてますね。そうですよ、まずプーッつって最後にはいはいはい、そんな僕らなんで、もう来るものは拒まないし、うん、逆にもう来てくれたらアイス、アイス、アイス、はい、うん、アイス切る、来るもの拒まず、二、うん、人で一緒に喋らないでください。はい、すいません、はい、ボケたい気持ちは分かります、ね、そうですね、はい、だから4人多いとか言われるんで、まあ僕がいなくなりますから、あの来週というか今週か、もう明後日ですよ。そうですよ、はい、あ、うん、そうだ、移動しての1回だよね、うん、多分この忙しさだとあまり何も変わってない可能性が高いかななんて、うん、まあなんせ2日で ね、何ができるのかっていう、だからね、番組名変えるのか、うん、バージョンアップするのか、うん、Z みたいなつくのかみたいな話もしてましたけども、うんうん、何も変わんないので、うん、いや、特に名前は変えないですか。いいですよ、絶対アゴヒゲ領域プロとかにしますか。CS5 とか、 CS5 とかなんかそういう風に変えてもね、うん、まあ考えましょう、うん、前は何だったんだっていう、ね、うんうん、まあ、この2日間で考えたいと思うんですけど、うん、まあ、だから
次新しいところで、はい、まあ、1回目ってことなんで、うん、ちょっとプレっぽいことにはなるかもしれないですよね。そうです、まあちょっと手探りのところはあるので、うん、システムがもう全く変わっちゃうので、うん、触るものは初めてだったりするので、はい、パソコンとかも全部ロシア語になるんで、そう、そっからですよね、スパシーバ、スパシーバ、スパシーボー、うん、はい、はい、なのでね、はい、でもそんなね、あれですよ、はい、そんな初回放送でトラブル必死の、はい、そんな第1回のスペシャル放送に来てくれるゲストの方が、そうだそうだ、実はいるんです、うんうん、そうなんですよね、リスナーの皆さん、男3人で誰が好きか上げてみるとかどうですか。何そのリスナー間での人気投票みたいな、何またそういう人を追い込むようなことを。いやーやだなそれ。リアルにへこみそうだからやだ俺。ゲストの話していいですか。はい、しましょう。来週、申請、来週じゃない、明後日、明後日水曜日、はい、新生絶対アゴヒゲ領域第一発目のゲストが、はい、なんと声優さんにしてボーカリスト、ミルノジュンさん、おお、来ていただくことになりました。一回目から、そうなんです。いや嬉しいなこれは。いやどうなることやら。ねえ、こっちが汗ダラダラでやってるかもしれないですね。憤慨して帰ってしまうんじゃないかって思うぐらいね、不安がありますけども。はい、うんうん、お金だけは用意しておきましょう、はい、そうですね、まあ、マキシシングル発売されたばっかりということで、はい、まあ、その宣伝も兼ねて、はい、ちょっと曲もかければ、かけられればいいなと思っております、はい、そうですね、質問攻めっていうところもね、はい、はい、そうなんです、だから普通歌宛てにね、ミルノジュンさん宛てに、うん、お便りを送っていただければ、はい、読みますよ、うん、はい、お便りの宛先とかは同じなんで、はい、そうですね、はい、引き続き送ってください、うん、という感じでございます、はい、さて、はい、コーナーやりますか。そうですね、はい、うん、ちょっと早いけど、いえいえいえ、じゃあ、まずはこのコーナー、はい、お前俺じゃねえかここ、はい、あごひげ洗濯クラブ、はい、このコーナーはリスナーさんから、もらった2つのテーマを二手に分かれてどちらが良いかを決めるコーナーです、はい、あ、破った今日のテーマは何ですか、はい、どっち今日は、はい、先週決まりましたのが、うん、シンデレラ VS 白雪姫、はい、はい、はい、ということです、そういうことです、なぜこう決まったんですか、馬車から来たんだかな、あのかぼちゃといえば馬車、先週も同じような話してたんだ、そうそうそう、はい、まあなんかこうファンタジーな感じでね、うん、今日という日に合うんじゃないかなと思いますけど、うん、どっちを抱きたいかっていう、はい、うん、そうそうだ、そう、そしてね、チーム決めのあの、うん、あれ忘れてた、この棒がねないんだよね、よし、じゃあもうここでいい、あ、このままでいい、はい、このままでいく、持ってるままでいい、あ、じゃあこれでいきましょう、白雪姫、はい、白雪姫、うん、はい、シンデレラ、うん、はい、じゃあどっちを抱きたいか、うん、お、タイマーが、はい、おいます。どっちを抱きたいかですからね、うん、まあ何でもいいんですけど、まあどっちがいいか、いいか、うん、はい、良いかね、ええ、まあ白雪姫ってどんな話でしたっけね、寝てるんですよね、あ、始終、そう、だから寝込みが襲えるんですよ、じゃあ途中で寝ちゃうんだろう、そうです、毒リンゴで過死状態になっちゃう、毒リンゴ食べちゃったんですよ、だからその寝てる隙、だから無防備じゃん、お前過死状態のやつやったとしたってお前つまんねえぞ、やった言うなそういうの好きだったらいいですけどね、マグロですから ね、 まあね、完全なる、えー、しかも毒ですからね、うん、体内には、ただその起きた瞬間もそのままの状態とかだったらびっくりするでしょうね、あ、まあってなりますよ、ただあの7人のなんとかと一緒にね、うん、みんなでグループでってことならもっと面白い、ああ、なるほどなるほど、あれ7人がいるのは白雪姫だっけ、なんだっけ、7人の小人がいるのは、そうそうそう、周りで見てるんですよ、そうです、え、み、周りでブリーフ一丁で見てるんですよ、うわ、なんか見たことあるそんなのそんなのよくあるじゃん、ずーっとブリーフの見ているで、まあ、霜はねこのぐらいにしておいて、うん、まあ、そうですね、はい、リアルなところで言うと白雪姫、うん、シンデレラの予算、はい、シンデレラはやっぱりあの最初は、ま、貧しいっていうか水ぼらしい格好をして、はい、要はこき使われるわけですよ、ママ母とか、うん、義理のお姉ちゃんたちに、はい、うんうんうん、でも最終的にはハッピーになる、うんうん、やっぱり頑張ったら幸せになれるんですよ、うん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 、
それをおとぎ話で伝えてくれてるなっていう感じです、ね、夢があるね。そうです、うん、夢があります、うん、ガラスの靴ですよ。ただ確かあれ原作だと確か義理のお姉さんかなんかが王子様が結婚したんじゃないでしたっけ。私原作の話知らないです。一般的なところで行こうぜディズニー的なところで行こうよ。ディズニー的なね、うん、まあ、だから白雪姫だからシンデレラがまあそうやってその、はい、ね、頑張れば夢叶うみたいなね、うん、ファンタジーですよね、はい、対して白雪姫の場合は、はい、飛んでますけども、うん、白雪姫の場合は、はい、要は美人は妬まれるっていう教訓、うん、あ、うん、はい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 、でした。そうそう、うん、でした。今美人って言いましたけど、ええ、大体シンデレラと白雪姫の挿絵を見比べた時に、うん、断然美人なのはシンデレラですよ。あ、そうですか。どういうところで。白雪姫って、はい、ちょっとなんかこうボタッとしたお姫様衣装に、うん、あのガンダムでいうとミライさんみたいなちょっと下ぶくれのカチャッとした感じのあからごうというか、そうそうそう、それが強いんですよ、うん、あと黒髪でなんかこんな感じの髪型してるじゃないですか。こういう感じ、ええ、あもうもっさい、もっさい。シンデレラはもうマツキンで、そうですね、スレンダーな感じ、ちょっと大長で。でもそれってあれでしょ、要は魔法使いのおばあさんがあの整形を施した結果です、ね、やる前じゃやる前か。そんストーリーそんな入ってないでしょ、整形するシーンなんて。整形ってかこんなどうにでもなれそれ俺かけてほしいかかってんのかもしれないけど、そうですよ。だから見た目で、うん、もう大体のイメージ、うん、あのいつも挿絵で描かれてるイメージは、うん、シンデレラの方が一般的に言う美人として描かれてます、うん、まあだからそれも好みだから、普段プレイボーイとか呼んでる人は確かにパツキンいいかもしれないですけどキロロとかの音楽を好きで聴いてるような人はやっぱりもっと素朴な田舎臭い人が好きなんですキロロを悪く言うな。じゃあ悪くないですよ。だから田舎臭いのがいいって。田舎臭い言うな、うん、そうなんです。そう、あ、意見がいっぱい来てますね。うん、白雪姫からは基準値を上回る毒が検出されそう今流行りの、うんうんうん、シンデレラは実は人殺しで一人殺してるからね、うん、あ、原作じゃないですかね、確か。本当に SWW さん、あれ詳細教えて。ほら僕ら無知だからそうなのよね。ルパンが原作で人殺してるのは知ってるけど、うんうんうん、シュワルツさん断然シンデレラですよね。だって皆さん知らないんだね、キスすると子供ができちゃうんですよ。だから僕はキスなんかしたことない。はい、ありがとうございます、はいはい、そしてね、うん、メールでも来てくれてますよ、うん、ネイルタンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。僕は絶対に白雪姫が優れていると思います。そっち側ですね、うん、なぜなら綺麗なだけで成り上がったシンデレラとは違って、うん、白雪姫は生まれながらの姫なのです。しかも美しいという理由だけで王妃に3回も殺されかけるなど、うん、見た目も完璧に違いありません。毒リンゴで死んだかに見えたところを死体運送中に転んで落とされ、その衝撃で喉から毒リンゴを吐き出し生き返る強運の持ち主であります、うん、強運の持ち主でありもうその被害者というか、なんか何ナチュラルボーン被害者ですよ。ナチュラルボーン、うん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 、それがなんかプリンセスだし同情できるじゃないですか。ナチュラルボーン被害者プリンセス、うん、あ、まあそういうところはあれかも。ただ、うん、あのシンデレラは完全なるド M ですからね。あんだけ虐げられて我慢できるってなかなかのド M じゃないとできないですよ。虐げ、まあね、うん、たがりだもんね。虐げたがり、もう下に置いときたがり、下に置いときたがり、今日もう虐げってるなー言ってるもんね。そう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 いう僕の趣味かもしれないですけど、うん、そういうところからするとシンデレラ最高ですね。男の人って大体そうじゃないですか。あんなこう姫様っつって、うん、ちょっとバカみたいな。いやいや、やっぱキロロバカにすんなお前してるしてるキロロの話じゃあ、詳細来ましたよ。あ、来ましたね。あ、そして終わった。あシンデレラストーリーって言いますからねって、うん、そうです、いいこと言いますね、うんうん、レコさん、さあ今日どうしようちょっと難しいな今日誰か、はい、どうしようはい、はい、ということでね、はい、じゃあ今日の結論来ました、ね、あやさんのジャッジが来ましたんで、はい、出したいと思います。これです、うん、はい、はい、女は怖いと、はい、どんな性格であれどんな見た目であれ、はい、うん、そうだって殺しちゃったりとかなんかいろいろね、もう野望のために ね、毒食ったって死なねえっていうところはすごいよ ね、 ねえ、もう恐ろしい。あ、
って出ちゃったっていうさ、そうそうそう、じゃあ何で仮死状態になってたんだって話じゃないですか、うんうん、体内に入ってなくて、ケビオです、ケビオ、ケビオか、うん、あただ注意されたかっただけってこと、少しかわいそうでしょみたいな、あ出た出た、だからほら終電なくなるまで酔っ払いのふりする女みたいな感じ、あ出た出た、 A 型だ A 型、ここだって時もあれじゃあ私帰るからっつって、あ死ねばいいよね、でもね、どこに行こう食べたら死んじゃえばいいよね、どこにでもなれということで、どんだけ違う来週のネタは何かありますか、来週とかあさって、うん、あさってではできるのかな、ね、あさってかな、うん、さて、うん、ネタ募集しましょう、11月ですからね、11月、11月3日ですよね、うん、文化の日じゃないですか、何か文化的な、あいいですね、文化、うん、何文化的な、文化的な図書館、あ本か映画かみたいなあれボジョレ・ヌーボーっていつやるでしたっけ、もう終わったんでしたっけ、ボジョレは11月、うん、そうっけ、そうボジョレって11月でしたっけ、わかんない、牛丼か豚丼かってシュワルツさんが言ってますけど、ユーストバーサスニコ生、いや今さらそれをやるのなんでしょうね、うん、野坂昭如か大島渚どっちもどっちもどっちどっちも子供っていう結論、なんでしょう、なんだろうな、うん、まあ、ちょっと今回募集しますか、そうね、あさってなんで、うん、そうですね、うん、今日中に出してくれという、はい、まあまあ、あの明後日できるかどうか分かりませんがキャラメルかあいつかあ、いろいろ来てるな、ちょっとメールでください、はい、あもちろんここでずっと書き続けてる、あでもいいですよ、あのそれもちゃんと読みますんで、ね、はい、はい、その中から次回のネタ決めたいと思いますんで、はい、うん、あ、ないんか、メールください、はい、はい、以上アゴヒゲ選択クラブのコーナーでした、アゴヒゲ、あ、新学校、うん、はい、ちょっとコーナーはこれぐらいにして、はい、今日実はいつもと BGM がちょっと違うんですけども、はい、うん、先週これがやりたかったんですけど、はいはいはい、はい、ちょっとトラブルでできませんでした、はい、はい、新学校、おいイエーイ、サントラがついに、21日発売されまして、はい、はい、もう聞きましたかね、はい、聞いてくれましたか、全何曲ですか、全50曲、50曲、2枚組で50曲、うん、2枚組でね、矢土末田末田さんと細井宗志の、細井宗志さんの3だった、はい、はい、もうどっちが攻めで受けなんだっていうね、うん、はい、2枚組ですね、はい、はい、して僕らも聞かせてもらってね、はい、僕なんかはその結構そのホラー作品、うん、サスペンス作品じゃないですか、そうですね、結構怖い、うん、だからそのゲームをやったことがないので、うん、とりあえず臨場感ある形で聞きたいなと思って、うん、カーテンも閉め、昼間なのにね、電気も消して真っ暗の中でそれを聞いてましたね、そしたらね、怖え怖えっていう、ん、ソイさんの後ろの画面、これね、あこれ消せって、まあ消せとも指示があったので、はい、だからそうやって真っ暗闇の中で、うん、聞いてました、で風呂に行く時も防水のプレイヤー持ち込んでおうおうおう、電気をつけずに 頭洗いながら聞いてました一番怖いやつそしたらね、目開けるのが本当に怖かったんですよ、うん、あそれはでも嬉しいですね、うんうん、ええ、そんぐらい臨場感のある聞き方する、はいはい、しても楽しめますよ、うんうん、で実は僕ね、この矢土末田さんとはまだ面識がないんですけど、あそうなんですか、はい、打ち上げいつ誘ってくれるのかなっていうね、うん、ピルスラッシュさんなんですけど、まあだからお会いしたこともなくて直接のやり取りもない状態で、まあ、お互いが曲を作った状態なんですけど、うん、その最初のお話の始まりっていうのは、うん、どういうピルスラッシュさんからこういうオファーがっていうのはあった時には、ね、ええ、矢土さんの話は出てたんですか、そうです、もともと矢土さんが、担当されてて、で僕は後からまあ追加で入った形ですね、そこにはどんな意図があったんですかね、まあそうですね、要はホラーで怖い曲は矢地さん得意なパターンで、はいはいはい、まあ、僕は自分で聴いても怖いなと思う曲いっぱい書かれてるんですけど、うんうん、まあ、いわゆるゲーム的な日常シーンの曲とか、うん、まあ、普通のシーンもあるもんですから、まあ、そういうのは、まあ、僕の方が、まあ、得意だろうということで、まあ、お互いのちょっとそのいいところをチョイスしながら、
また主題歌とかねエンディングとかもやらせていただいたんですけど、まあ、そういう歌物とかを僕がやって、うんうん、はい、はい、そこはなんかコンペ的なことにはなってないんですか、ね、そうですね、もう花から花からこの向こうの指示で学校のシーンは細井さんお願いしますとか、そうですそうですそうです、はい、割り振りがあったんですよ、ね、あとなんか中世のヨーロッパっぽい雰囲気のやつもあれば、なんか牧歌的なやつもあれば、なんかあのデッドカンダンス風ななんか、うん、あのちょっと静かなやつもあれば、うん、なんかグレゴリアン聖歌みたいなのコーラスが入ってくる、あのコーラスっていうかなんかその、あれはなんですか、ああいうソフトあれはね打ち込みですね、で、ノリメタンゲレっていうあの主題歌がありまして、はい、でディスク2の1曲目にそれのコーラスバージョンっていうのが、まあ、歌詞のない歌が入ってるんですけど、はい、あれは実際に主題歌歌われた方に歌っていただいたんですけど、あ、はいはいはい、その他の BGM で使われてるコーラスっていうのはあれ実は打ち込みですね、すごいな、はい、生でやるっていう方もすごいですよね、うんうんうん、それはなんかあったんですか、あの打ち込みじゃなくそうしたって、これはですね、まあ、もともと主題歌っていうオファーがありまして、で結構ね絵コンテができてて、はいはいはい、でまあ、こういう立ち上がりでこういう転換があってで割とこう盛り上がる感じ でそういう曲を発注されて、普通ならまあ普通の A メロ B メロサビみたいな歌を作るんですけど、うん、まあ、その内容を見させてもらって、これはもっと映像音楽寄りで作った方がいいなと思って、一応歌は入れるんですけど、作り方としてはインストの方法論で作ったんですよ、ね、はい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 、そのやり方で作ったのは僕のデビュー作のコーマ6以来ぐらいの感じで、要は歌入ってるけどもあくまで映像音楽ですよ、そういう作り方をしてるんですよ、劇版的な作り方方向からっていう感じですね、はい、だから途中でバイオリンのこうソロフレーズが入ったりとか、はいはいはい、ガラッと曲調変えたりとかしてて、実は僕ねそういう曲の作り方の方が好きなんですよね、なんかしっくりきてますよね、はい、でもね出来上がりは、でさらにそれに、ね、完成したムービーをつけたやつを見て、やっぱ映像の力ってすごいなと思って、うん、でそれにこう相まってね、曲のパワーもまたそこで加味されていいオープニングになってるんではないかなと思っております、でまあこれマスタリングも今回あのやらせていただいたんですけどね、はい、まあ、僕といつも一緒にやってるエンジニアの某いろいろうまい人とね、はい、やってるんですけど、まあ、そこで、矢津さんの曲を一通り全曲いただいて聞いたんですが、はい、意外と、まあ、全然違う打ち合わせも何もしてない2人が作ってる割にはうまいこと溶け込んでるなと思って、そうですね、バランスはそんなに分かんなかったでしょ、どっちがどっちって、いや分かりますよ、あ、そう分かりますよそうですか、うん、なんか、なんだろう、矢津さんの方はすごく、うん、リアルなというか、怖がらせようっていう部分もすごく感じるのかなっていう、なんか直接的というか、なんかねうまいんですよね、うん、こうコラー系の曲がね、大将のはこうなんかこう、はい、なんだろう、素直じゃねえなっていう性格もそうかな、あのチラチラ見せたり、なんていうのかな、精神的に怖がらせるっていう、ああそうですね、うん、っていう部分がすごくありましたよ、不安、ね、はい、になってきますね、うん、なんだなんだ、うんうん、あともちろんサウンド的にもね、うん、あのお二人の違いっていうのはすごくあったりして、あ、本当ですか、うん、あ、なるほどなるほど、でも結構ねあの好きな音源とか似通ってるんですよね、あ、そうなんですか、あ、なんかこれ使ってるなとか、だからそういうだいい感じでこう、うん、あのどっちの個性も残しつつ一緒に混ざるところがちゃんと中央に、だからそれがまあ結果的にできてたのでよかったかなと、はいはいはい、はい、思いました、すごくなんか2枚組で50曲入ってて、ええ、全然疲れないですもん、あ、それは一番嬉しいですね、うん、多いなこれっていう風に、だいたい50曲とか入ってると全部聴かないで終わることって結構あるじゃないですか、まあまあそりゃそうです、うん、はい、これは全部聴いてもねすごい感じがあるって感じです、さすがうまい ね、そんな締め、違うでしょ、いやでもさすがですねっていう、いやいやいや、いやいいコメントいただきましたよ、いやいやいや、あのリズムとかを、うん、こう確かよくこうわざと崩したりするじゃないですか、うん、はいはいはい、それが心地いい崩れ方をするんで、そうですね、そうそう、やっぱね、うん、打ち込みメインでやってるとかっちりしすぎちゃうので、どうやってその人間らしいファジーさというか、そういうあやふやな部分を出そうかっていうのはいつも気使うところで、だからジャストで打っててもやっぱり微妙にスイングかけてるとか、まあスネアずらすとか、まあそういうのは気を使ってやってますね、こう聞いててもずっとやっぱ飽きずにずっと聞けるというか、あ、次こう来たかこう来たかって新しい発見も毎回あると思いますね、なんか生ギターでやりたかったとかっていう部分が
はなかったんですか？それ、ね、ありました。生演奏、ちょっとありましたね。あのベースとかギター生っぽくしたい曲がね、はいはい、あったので、あのレビューのところになんか数曲書いてましたよね、うん、そういうふうにね。そう、実際手に取ってない方は知らないかもしれないですけど、うん、ブックレットの中にもあの細井さんと矢寿司さんのそれぞれ の、はい、あのレビューがちゃんと載ってるんでね。全曲、全曲レビュー、そう、ここも毎回ね書かされるんですよ、はいはい、書かされるってリスナーとしてはあった方がすごい嬉しい、ね、まあ、まあ、もちろん分かりますけど、全曲大変ですよ、作曲者本人が書くのって、はい、確かにね。まあ、だから次からはピルスラッシュさんの仕事は全部こう作りながら、うん、あ、これはこうだなっつって、もう全部メモっとくのが一番いいかもしれないですよ。そんな語彙がないもんで、いい、そんなに書くことないんですよねもう音で表現してるものを後からわざわざ文字で書くっていうのが苦手で、確かにね、難しいですよ、ね、うん、どんなイメージだったかなって記憶もね、ほら、うん、僕ら脳が衰えてますから、はい、そわしこんな曲作ったかいなこれやずしさんじゃねえかなみたいな感じ自分のなのにたけしジジイをやりたい、いやだから、まあ、人の作ったものをレビューされてるのも難しいと思うんですけど、うん、自分で作ったもん自分で解説するのもなかなかこっぱずかしくてね、うん、ないと分かんないところももちろんあったりするんで、はい、まあ、そういうのも読み物としても楽しんでいただけるのではないかと思いますので、はい、ぜひぜひぜひお買い求めください、はい、お買い求めください、楽しめるぜ、はい、はい、ということでね、やっとできたいや本当にいいですよ、うんうん、ぜひ手に取ってください、はい、はい、うん、まあ、あのゲーム本編はね、いろいろ好みがあると思いますので、はい、できる方できない方がおられると思いますが、うん、音楽はみんな聴けると思うんで、ぜひ手に取って聞いてください。はい、はい、ということで、うん、告知いきますかね。はい、じゃあ、まあ、それは、はい、で、ほい、まあ、これが21日に発売されたんですけど、うん、その次の週の28日に、はい、はい、なんとリライトのオリジナルサウンドトラック、はい、はい、こちらも発売になりました。イエーイ、こっちはなんと3枚組ですよ。わお、これは対象以外の人たち、はい、5人、5人で、はい、まあ、オリトさんをはじめ、はいはいはい、著名ミュージシャンの方々が多数参加されてまして、まあ、歌物とかキャラソングとかも山ほど入ってますんで、うん、こちらもぜひ手に取っていただきたいと思います、はい、まあ、それはこの中の BGM を10曲書かせていただいております、はい、はい、そして、はい、スポンサー様、はい、はい、大市さんですね、冒頭にも話しました、うん、アニミュー秋号が、千原みのりさん大特集という形でね、はい、今もうすでにアマゾンさんで、予約開始がされているということで、はい、秋号ですね、うん、そこで表紙とかも確認できると思うんで、うん、ぜひクチクチクチッと、うん、3回ぐらいね、アマゾンで表紙見れるんですか？見れます、ただあのあれ出したっけっていうそんな話をちらっと聞きました、ね、あ、そうです、まあ、ちょっとね、確認していただきます、はいはい、何もかもがギリギリだったりするので、はい、あの直前になって、また来週、明後日ぐらいにまた違う情報が出せるかもしれないので、それも楽しみです、そうですね、はい、はい、現物もぜひ持っていってください、そうですね、はい、つうかもうこれ終わったら冬号すぐ取り掛からんと、もうあなた、そうですよ、ほら、あのこれ何まあ、こんぐらいなんですけど、今ちょうどメールが来て、うん、カラフィナさんの、うん、インタビュー、これもね14ページにわたるロングインタビューになってるんで、うんうんうん、これも楽しみにしててください、はい、はい、はい、すいません、では、はい、久米さんのごとく、はい、最後一杯飲んで終わりたいと、はい、思いましたが、はい、間に合わなかったまた明後日、明後日、萌えシャンドンの萌えって何、あの愉快なっていうこの番組はアニメゲーム系音楽情報サイト OH をお届けする N3O の提供でお送りいたしました。